はい、今日のご飯でーす。はい、いただきまーす。あ、それね、それ。いいよ。あ、おう。あるんだ。はい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 。やわらぎで宣伝の紙持ってきます。持ってきたぞ。女の人。さっきの女の人そうだな。うん、やわらぎ。どこあこれ。ジャンバのポケット入ってる。やわらぎお願いしますと。俺お願いするわ。隣入ってるの、隣誰もいないんだって。どこ行ったの？いや、ここの人じゃないんだって。横浜から、横浜の人だって。あ、そうか。この辺回ってたのか。うん、あ、ここが回るんだよ。ああ、そうなんだ。なんか日本に本体行ったら清水渋谷さんが何だかを何だかしましたとかって入ってきたんだけど、今度どこ行ったのかな、話しまった渋谷、うん、渋谷がなんかフェイスブック、フェイスブックがなんかあこれルームに参加しましたとかって集合したのか、バーチャーなんか押してた、なんか調してたらなんか変なになってしまったの。なんだこれ、なんだ間違って押したから何かになっちゃったのかな。まだってお前自分の人のこと言えんの。いや、ちょっと指だっけ言っちゃったの。これは俺もわからないな。シュウが何かしたのか自分で。いや、それもわからない、うん、あんまりフェイスブックやんないからわかんない。まあ別に変になってるわけじゃないから、こうやって置いてみ、うん、リンクにアクセスしたら聞いてみれば、いや、いや、すから分かるじゃん。うん、いや、なんとこさせてもらう。うん、うん、いつも同じ弁当だった。これ何？いや、何も。わ、何も何も入ってる。わ、すごい量入ってる。重たいわ、こら。いないよ、重たい。あれやったときに何も。返事ない。返事なかったの。何とるんだよ、なんか。ねえけどな、重症化するリスクの高い高齢者の感染者の割合が増えているとした上で、来月7日が期限となっている宣言の扱いは来週諮問委員会を開催。誰も今後やってんだ、来ないや。この中で西村経済再生担当大臣は緊急事態宣言が出ている11都府県の感染状況について、直近1週間の新規感染者数は前の週と比べて減少傾向にある一方、この人初めから最後まで重症化するリスクの高い高齢者の割合が増えていると指摘しました。
その上で、ああ飲食に関わるクラスターは減ってきています、うん、まだ精査してないんですけれども、直近10日間で、飲食の、うん、関係のわさび辛い、わさびが辛い、辛い、うん、そうだよ、生わさびしたの。いつやったの？朝？今日？昨日の朝、晩方した。西村大臣は今後重症者の増加が予想されるとして、病床の確保に全力を挙げる考えを示しました。そして来月7日の期限となっている緊急事態宣言の猫の箱を詰めた、水が入っていた、入っていた。重症者の増加は遅れてくるので、医療提供体制や保健所に大きな負荷がかかると分析しているとした上で、次のように言いました。でもまだ全然降ってないよな。わかめの方すごい。明日の朝に風邪ひくじゃん。今日の夜中か。出会うところなんてないのか。それは残念でしたね。いや、残念だよ。中間選挙で共和党が下院で多数派を奪還できるよう選挙権を年俸記憶ももらったら、どうやって生活するだろう。記憶だ。いやー、どんな生活して暮らすんだろうね。記憶、うん、1年で9億？年間って言ったから1年だろ、そうね。ああいうのって2年契約か。2年契約だ。いや、あれ、1ヶ月換算されるの、あれ、割られるの。9億を12で割るの、だから、ね、そしたら1月いくらあるの。なんぼだろうね、それでも1000万なんぼすごいやん。どうも、お前1億稼ぐったら人の人一緒だもん。一緒かけたって。なんもお前、1年か2年で9億とか8億だもん。恐ろしい話だ。すごいね、パッとしとってるんだって、玉一つで。あんた、そんだけの力があるんだ。なんもなんの、まあ、グローブ一つで。うん。すごいね。ふわ。服はみんな買ってくれるしね、グローブも買ってくれるんだけど、何も全国かな。自分でグローブ選ぶのかな、メーカーで。そうじゃないの、うん、何も金いらん。すごいね。それだもんね。仕事でどっちいいかな。死ねるね。元々はどんなもんが8億とか9億で1億とかじゃないもんな。いかないよ、スポーツで一番大きいの野球だとか100万か100何十万ぐらいの給料だ。今度全国自動車か。電気自動車の普及を後押しする方針を示していて、GM のバーラ CEO は声明で、環境に優しい社会の確立へ世界中の政府や企業とともに取り組んでいくと述べました。アメリカの最大手メーカーが発表した今回の目標は、各国の自動車や部品メーカー。電気自動車だって、今度電気代かかるんじゃないの。電気代かかるけど、うん、今度電気か、あ、発電機買って自分でやるな、ガソリン代ガソリン代はかかんないんだろうけど、うん、電気、うん、ガソリンの代わり電気だもんさ、うん、うわ、この人どうしたの？あ、逃げちゃうんだな。まだなんか逃げてんの？23の今どうなってんのこの人？
何も言うとプラスだろ。相当簡単だったんだな。ダマがって。日産お前バカにされた。ゴーニーやばいじゃん。今言ってたんじゃないの。あら、自転車もなんか。バイクなんだね。わかんない。わかんない。何村？マッカリ。なんだそれ。百マッカリ。今わかんない。初めて聞いた。マッカリは細川を探す。札幌なんだ。わあ、お金ね。室なんだって。いや、景色はいいけど。室はもう無人か。はあ。すごいな。うん。なんか。おばちゃん、無人心より知ってるなぁって。バロー。寝とるんだべ。札幌も知ってるの？あら、なるほどね。これ札幌だべだ。お天ネット。じゃあこんなにお手に入れたらあんな高いだけもないのか。すいませんよ、こんなだけどこれやばらしいこれは札幌で JR 札幌駅って書いてるあら、函館線ね。みんな休んどるわ。羽田125分、日本航空、フィギュアドーム。これは飛べんわ。なあ、行き船が大変な。
気象台は高波に厳重に警戒するとともに、暴風雪や交通影響などに警戒するよう呼びかけています。今日午前11時までに観測された最大瞬間風速は30.5メートル、知立市の真っ赤村で 30.1 メートルとなっています。明日にかけての最大瞬間風速は日本海側南部と太平洋側西部の陸上で35メートル、海上で40メートルと予想されています。北海道明日にかけての波の高さは日本海側南部と太平洋側西部で9メートルと、こんな時船で仕事に行ったりしているんだね。また明日朝までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところでオホーツク海側で60センチ、釧路ってこんなに降るんだっけ。降るんだね。あんまり降るイメージないけどな。明日にかけて猛吹雪や吹き溜まりによる交通影響、暴風と高波に警戒するよう呼びかけています。札幌からお伝えしました。いや辛いわこれ。札幌の丸うまいだ。ちんこプラス島、こんな島でさ、こんな島で暮らしてる人いるけどさ、買い物なんかどうするのか。船で渡るんじゃない。うわぁ、役所ない、コンビニもない、牛もないだ。おじさん、こんなじさん暮らすの、ポツンと、あら面白い、本当にポツンだ。一軒で住んでる、一人で住んでるのか。病院なくてもいいよな、体が悪くならんのよ。12時から雪だのに、やんじゃった。9時から12時まで雪だのに。この夫婦が住んでるのか。71歳。何やってる人なんだ。お母さんも若いし、どうしようか。立派な家に入っとるな。誰もおらんな、二人だっか。誰が会うだ。裸になって歩いてくるんだよ。誰も、誰も見る人いない。文句で歩く人いないと思う。いいな、おらん、そういうとこで暮らしてズボンもやるし、シャツ夏に残る時は裸で。魚お前昨日からびっちり食ってるな。
他にもいるんでしょ。また違う島か。何じ、それ自分の島か。そうなんですね。してました。これ船でなかったら渡れないです。半ばくの建てがあったら何百年以上前に建てられた、すごいな。役所もないってどうなの、役所もない、病院もない、何もないって見に来るしているんだ。誰があんな看板立てる。自分の島か。この人昔住んどったとこか。これも大変だな。彼女か。ポツンと行けないね。あれ自分の島が大したもんだな。そんなもんないよ。出たんだからお前。もう聖書なんかなんもないわ。それも稼いでってことよ、出たんだ。うちのカレーみたいなの食ってくれないと。自給自足だって、そんな、なんか野菜を作っておく、自分で作って自分で食べてるだよ。買うのは買わない、ジュースだとか。そうだろうね。イスラエルそのものを買うんですよ。キャンプもねえんだけど。はい、ごちそうさまでした、うん、完食ですね、うん、えらい。今日も美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。